秋田内陸縦貫鉄道案8900系、機動車は秋田内陸縦貫鉄道が所有する急行系機動車である。1989年4月1日の秋田内陸線全通に伴い新設された急行、森吉の専用車両として案8901から8905の5両が新潟鉄工所で製造された。新潟鉄工所製 NDC の一つで台車、 走行機器は、前年に普通列車用として投入された a 8 8 0 0型をベースにしているが、急行用のため車体構造、室内構造が大幅に変更された。8901から8904は、全面非貫通の型運転台車で、運転台側全面は、客室からの前方視界を考慮し、全面窓が大型化されている。また側面窓も眺望性を向上させるため、 横幅 1005mm、縦幅 1530mm の大型固定窓に変更されている。汽笛はアン8 8 0 0型とは違い、オリジナルでホイッスル型の汽笛を搭載するほか、過去にはアン2 0 0 0型と同様、電気笛を搭載していたこともある。車内は中央部にこの字型のソファを向かい合わせに配置し、その前後に転換クロスシートを配置しており、 AV 機器も設置されている。高野巣側に連結される奇数番号車は、車端部に売店とトイレを設けている。角野竹側に連結される偶数番号車は、車端部に自動販売機とロングシートを設けている。客用扉は、連結面側の1カ所に設けられている。8905は、全面貫通型の両運転台車で、側面両端に2カ所の扉が設けられている。 多客時に8901から8904の中間に連結されることがあるほか、8901から8904が検査などにより入場している際の予備車としても使われる。側面は8901から8904と同様の大型固定窓となっている。車内は転換クロスシートでトイレ、AV 機器を設置しているが、ソファーや自販機はない。 登場以来、主に急行森吉に使用されていたが、2012年3月17日に、実施されたダイヤ改正で、経費削減のため定期運用を離脱した。急行運用は普通列車用である案8800型に置き換えられ、1両編成で運用されている。これにより、本形式は観光シーズンの臨時列車や団体、貸切列車などに使用されるのみとなり、余剰となった2両は、 廃車された JR 大尾本線との臨時直通列車にも使用される。ありがとうございます。